はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第188回でございます。今回は一緒に勉強シリーズについてというテーマで、えっ、ー、と、真面目な思いを喋ります。えっ、ー、と、いつも真面目だよ。いつも真面目なんだけど、えっ、ー、と、ちょっと自分の思いをね、喋る回にさせてもらいます。で、あと、まあ、その思いはそこでいいんだけど、生放送についてっていうのもちょっと質問最近多いんでね、それに返す感じでいきますので、よかったらお付き合いください。じゃあ、いくよ。 でえっと、今週ですね、えっと、一緒に勉強しようシリーズの新しい15分のやつを投稿しましたで。去年は30分、60分、90分と3パターン投稿させてもらってて、たくさんの方にね使ってもらって本当ありがとうございます。で年度が変わったので、2017年度でまた30、60、90も取り直す予定ではいるんですけど、まあ、ひとまずその最,最初の段階として15分を投稿したんですね。でまあそれについてちょっと話していくんですけど、 まず、なんでこの時期に15分を投稿したのかっていうところからそれはもともと15分がなかったからとか15分のリクエストが多かったからっていうのももちろんあるんですけどあのー、この時期、まあ入学、ま,まだ入学はされたか、えっ、ー、と、さ新級の方は、あれかな、10日が、明日が始業式なのかな、ちょっとまあ学校によると思うんですけど、まあ始まりますよね。でもちろん、春休みさ、宿題頑張った方とか、勉強すごい頑張った方もいると思いますよ。 でも、自分もそうでしたけど、春休みってね、やっぱりね、まったりできるんだよね。他の夏休み、冬休みよりも。まったりしやすい。だから、結構こう、勉強モードがオフにされてた方も結構いると思います。で、まあ、いざ学校が始まると。でもちろん最初はね、まあ、ゆったりペースで学校始まってスタートするかもしれないんですけど、まあ、だんだんと早くなっていく。で、自分のその勉強への意識のギアも入れていかないと、どんどん置いていかれます。 でもさ、春休みにね、例えば、ちょっと結構まったりして遊んだ。遊んでたぞ。で、やべえ、机座ってねえよ。とか、シャーペン持ってねえよ。みたいな感じの人が、いきなり、1日1時間半やってるよ。みたいな。1時間やっちゃうぜ。みたいな。これね、なかなか厳しいです。うん、難しいね。できたと、できたというか、できても1日,1日2日で疲れちゃう。みたいな。だから、それもあって、まあ、リハビリっていう言い方は悪いですけど、例えば中学生、高校生だったら、まず15分から、15分区切りでやってごらんっていう。 どん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 時間を増やしていく段階としてでそれを思ってたんでもう4月の1週目ぐらいにこの15分を取って投稿しようっていうのは結構前から決めてたんですねそうだからぜひそういう意味でも使ってもらえたらなと思ってますであとはもともとは小学生の保護者の方から15分のリクエストが多かったんですねあの小学生っていうのは、まあ、軽度感度計算ドリルと漢字ドリルあとは自主弁ノート1ページっていう宿題がやっぱり主流なので 15分ぐらいで終わらせられるんですよ。やろうと思えば。もちろんすごい苦手な単元はきついですよ。きついけどね。でも、やっぱ学校帰ってきて、テレビ見ながらやっちゃうとか、だらだらやっちゃうっていう、小学生のこと多いんだよね。自分もそんな記憶ありますけど。で、まあ、自分のことを普段見てくれてる小学生も多いので、その方が一緒に15分っていう、この時間で一緒にやろうぜっていうふうに使ってもらえたら嬉しいなと思って、まあ、今回ね、15分を取りました。 でまあ、一応そんな <laughs> あの真面目な思いを乗せてね、と投稿したものなんですけど、あのー、ちょっとコメント欄、昨日ね、ツイッターの方では少し話したんですが、えー、コメント欄にね、今回の15分使ってもらって、と使ってくれた方、えっ、ー、と、わかると思うんですけど犬、犬のね、犬を噛むって、犬の鳴き声が入ってるんですよ、あれ。で、それが気になって集中できないよ、ボケみたいな <laughs> コメントもちょっとありましたよね。はい。で、あのー、 あのワンちゃんね、まあうち、俺犬アレルギーなんで、犬は飼えないんで、うちじゃないんですけど、まあうちの近所に、近所またお隣さんね、に住んでる、まあ、方のワンちゃんなわけですよ。で、えっ、ー、と、あの15分の動画って、実は7回撮り直してて、そうなな。理由はいろいろあるんですけど、そう。えっ、ー、と、まあ邪魔になる音を極力避けたいっていうのは思いがあります。そう。で、その7回撮り直した中の1回 NG ではピンポンが鳴ったのがあったのね。そう。で、もちろんピンポンが鳴った場合は NG にします。自分の場合は。 もうそれは普段の授業もそうですけど。とか、まあ、他にもなんか音が入る。で、うちはですね、結構こう、ちっちゃい子供が <laughs> 近くを通るのね。で、そのちっちゃい子供がお母さんと一緒にね、まあ、お友達いっぱいで、わーわーみたいなのが入って LG になったのもあったりするんです。そう、多分それは結構お音量拾ってて気になるだろうなっていう。で、今回そのワンちゃんの鳴き声が入ったやつがね、最後取って、ね、チェックをして、迷った、正直。 投稿するか取り直すかを迷ったんですで投稿しました結果としてなぜかっていうとまあ普段家で勉強してたまあ学校でもそうですけど犬鳴き声が聞こえるっていう状況ってそんな不自然な状況じゃないと思ってるんです俺は。でもちっちゃい子の声がめちゃくちゃ聞こえるっていうのはちょっと特殊環境かなと思うんですねうん だって、家に住んでてさ、それがまあ別に一軒家かアパートかわかんないですけど、もちろんマンションの高層階だったらないと思うけどね。でもやっぱりワンちゃん鳴き声っていうのは普通に聞こえるものだよなって。うん。みんながこの一緒に勉強しようしれると、どの場所で聞いてくれてるかわからないです。家で聞いてるのか学校で聞いてるのかわかんないですけど。うん。だから、チェックをしてめっちゃ迷ったんですけど、正直で、ね、ごめん、ちょっとこれね、使ってくれた方にか、使ってくれた方に失礼かもしれないけど、 どういう反応になるか試してみようでもあったの嫌がるのかなこれはっていう自分はいいと思って投稿しました自分がもし使う側ユーザーの側でも俺はあまり気にならないと思ってて普段である状況だからねでも意外とね昨日そのツイッターでアンケート通った時に600ちょっと回答でアンケート答えてくれてて24%の方がちょっと気になったと4分の1ですよね600人なんでも150人です じゃあね、ざっくり言うと計算するとさ思ったより多かったのうんだからまあこれを今8時にこれ投稿してて一応今日の夜,今日,の夜、ね、今日曜今日にしゃべってるんで今日の夜なんですけどに一回撮り直してみようと思います夜はねあのワンちゃん静かなんで日中はちょっとうるさいんでねそれで結構勉強動画普通の,の授業動画も NG にすること結構あるんであれはでもそれはさしょうがないじゃんねワンちゃん飼うのは自由だし うんで、一応取り直してみて、で、まあ、編集一応ねあ、チャイムとかの編集も入れた状態で作って、で、まあ、ダラダラジオの、まあ、これ聞いてくれた方のリアクションも見つつ、一う一回投稿するか、考えてみます。うんちょっとね今、今でも迷ってるね、そこに関しては。投稿し直すかどうか。で、えっと、まあ、15分のもう一個投稿して、2つ投稿した状態でもいいじゃんっていう感じもするんですけど、そうなんだよね。うーん、とは思ってて。 <laughs> まあそんなことを一応思っておりますまあ10気持ちがあったら8ぐらいは投稿し直して前のお、えっととい昨,昨日か投稿したものは削除しようかなとは思ってるんですけどうんただやっぱりいろんな音っていうのは入ってしまうのね例えば去年の60分か90分の勉強しようシリーズのやつって俺鼻めっちゃすすってるんですよ花粉症なんでであの15分の 撮ったやつ、昨日投稿したやつもすっごい鼻をすするのを我慢しながらちょやってるの、うん、それも良くないと思うんだけどさでも邪魔じゃん鼻すするの気になると思うんだよねきっとねそうこうやってで吸うやつそうだからこうタオルで鼻を実は押さえたりしながら15分やったりするんですけどそうちょこちょこねまだ、あ、みんなにこうあんまり気づかれないようにやったりするんだけどさそうだからまあそんなねこうみなんなだろう この勉一緒に勉強シリーズ、一緒に勉強シリーズっていうのは、実は自分の中ではすごく、なんだやりがいがあるというか、嬉しいコンテンツではあって、どういうことかっていうと、普段今、数三今撮ってますよね。で、数三っていうのは、高校生限定、しかも高校生理系の、それを撮ってる方限定なんですよ。で、普段、例えば今、小学生の動画を上げたら、中高生見ませんよね、基本的に。だから、 一個の動画を撮ったとしても対象が絞られるんです、まあ、当たり前だけど俺のやってることは勉強だからさでも一緒に勉強しようシリーズっていうのは別に小学生中学生高校生いっぱい社会人の方関係なしに見てもらえるねみんな全ての方全ての方って言い方広いけどそれってね俺すごく嬉しいの自分のコンテンツではできないことだからだからこそやっぱり使ってくれる方ユーザーのみんなにとってなんだろう有益なものであってほしい邪魔になってほしくないっていう そう。の、あるんで、今回一応そんな話をしてみました。はい。なので、まあ、今ね、現段階では8割方えっと、取り直して再投稿しようかなとは思ってるんですけど、まあ、少しもうちょっと考えてみます。一応ね、明日、明後日ぐらいまでには結論出して、で、そこで投稿してれば、あ、やっぱり再投稿したんだなって思ってもらえたらいいし、してなかったら、あ、なんか思いが変わったのかなみたいな、ふうに、うん、思ってもらえたら嬉しいです。まあ、ひとまず言いたいことは、 本当に有益なもの、見なにとってね、役に立つものを、まあ、投稿したいなと思っているので、まあ素直に書いてもらえたら嬉しいです。まあ、例えば、勉強動画でも分かりやすい、分かりにくいでもいいですし、あのー、こういうね、一緒に勉強しようシリーズでも <laughs>、こういうとこちょっと、ま、邪魔ですよねとか、こういう風にしてくれたらもっといいと思いますとか、でそれを全部採用することはもちろん無理ですけど、それより、ね、意見を聞きつつ、ね、より良い動画を投稿できるように、これからもね、精進して頑張っていきますので、えっと、今年度もぜひね、よろしくお願いいたします。 で、ちょっとね、締めるような話をしちゃいましたけど、最後生放送ですね。あのー、去年は1回かな、YouTube ライブで生放送をしたことがあるんですよ。で、結構それ好評で、あのー、またやってくれませんかっていうのをずっと言っていただいてたんですけど、あのー、まあ、下の子がね、まだ0歳で、なかなか生放送、こう、きっちりすることが難しいんですよ。自分ツイキャスはね、ちょこちょこやってるんですけど、 ツイキャスって若干こう、ぐだっても大丈夫なとこなのね。まあ、大体い,い,いつも70人から100人の方集まっていただいて、わきあいあいと喋るんですけど、そう。だからちょっとぐだったりしても、別に許してくれる方が集まるんですが、YouTube ライブって、視聴される方が多いので、やっぱしっかりしたものじゃないけど、まずいかな、みたいな。意識が強い。個人的にはね。で、まあ、下の子が、えっと、来月で1歳になるんですけどで、多分夜泣きがだんだん減ってくると思うんです。まあ上の、上のお兄ちゃんはそろそろ夜泣きが減ってきた時期だったからね。 でまあ、上下の子がまあ安定して寝るというか、一回寝ついたら、えーとまあ、起きずに朝まで行ってくれるようになったら、まあ、夜ね、えーと、下の子供、二人寝かしつけた後に、夜とかに、まあ、YouTube ライブでちょっと喋ったりとか、相談乗ったりとか、まあ、一緒に勉強しようシリーズを、一緒に勉強をするっていうのもありかもしれないんですけど、またね、その辺はちょっと時期が経ってからになりますけど、まあ、やろうかなとは思ってますので、まあ、そんなふうに思ってるんだよっていうのを覚えておいてもらえたら嬉しいです。 では、今回は、ハイチのダラダラジオ、第100、カンでル188回テーマ、一緒に勉強シリーズ、うん、一緒に勉強しよう、違う、一緒に勉強シリーズか、について喋らせていただきました。え、ぐだりましたけど、今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。 で、と、そこツイッター書いてあるんですけど、あの、ツイッター検索、配置、あの、ひらがなで検索でお願いします。自分普段は漢字の葉っぱの葉に数字の1で活動してるんですけど、あの、そっちで検索しても他の方出てきてしまうので、あの、検索する場合はひらがなの配置でお願いします。で、次回はですね、おそらく相談に答える回になると思います。あの、なぜかっていうと、あのー、学校始まって1週目終わった時、まあ、1週目、2週目あたりがね、結構こう相談が、 あ人間関係の相談がね多い週なので多分それに答える回になると思うんですがもしよかったらそっちの方も聞いてみてくださいでは今回はこれで終わります以上ですありがとうございました